ちょ聞いて、めちゃめちゃどうでもいい話やねんけどさ、今日私コナン君見に行ってきたんよ。今日めっちゃ寒かったやん。だから服装どうしようかなと思ってこうなったんですけど、見て、私これ中に着てるインナー裏表逆やん。ちょ分かる？ここなんか切り返しの線入ってない？帰ってきて、よっしゃ動画撮ろうと思って、ほんでさ化粧直ししとって、ほんで鏡パッて見た瞬間な、ここに線ピーって入ってあってさ、裏表逆じゃねみたいな。アニメイトで、まあ、ちょこっとお買い物してきましたので、ね、ご紹介させちゃし、あと他でグッズ買ってきたものもご紹介します。前半開封の儀、後半は収納です。よろしくお願いいたします。映画館でもね、まずちょっと買ってきました。でコナン君の映画のネタバレはね本当に控えるので、もうなんか表面的なことしか言われへんねんけど、まず一つ、バカかっけ、あれから1年経ったわけやろ。黄色の弾丸見に行った後の予告でさ、え警察学校へみたいな、んてか1年経ったって早すぎ。もう楽しみに楽しみに楽しみにしまくっていた今回ハロウィンの花嫁、めっちゃかっこよかった。コナン君のメインテーマ、コナン君のメインテーマがいいやろ。主題歌マーボーチキンさん、本当にありがとうございます。もう絶対 DVD 予約する。まずね買ってきたもんこちらですね。はい、パーレット。映画始まる前はねさらっとしか読んでないので、じっくり中身を読んでいこうと思います。コナン君はさ、エンドロール終わってからも本編みたいなとこあるやんか。もう2度楽しめるわけよ。コナン君の映画本編楽しんだ、あとエンドロール後のね来年の予告、やばかった。やっとねー、これ買っちゃった。下敷きめっちゃ良くない？これ、いやもう高木刑事と佐藤刑事幸せになってください。安室さんのダイカットステッカー花束バージョン、これさコナン君売り切れやったんよ。コナン君なくなっててショックやからね、オンラインででも注文できるらしいから、もうオンラインで頼むかなって思ってます。缶バッジもなかったから缶バッジもオンラインで頼むかなとかちょっと思ってます。あとね、別に劇場とか関係ないと思うねんけど、トレーディングステッカーボリューム2を買いまして、そしてですねラインナップがこちらの10種類ということで、まあやっぱね警察学校編の映画をねやるっていうことで、ラインナップにねこの5人が入ってくるわけですよね。もう買っちゃいますよね。そしてなんて言っても私はねコナン君推しなんですけれども、コナン君のこのね、あこっちの方がでかいわ。これ脱いでんの、脱いでん、もう脱ぎかけみたいなやつ、このコナン君が欲しいと思って、ほんであんまりしゃぶん脱ぎかけ劇場で買ったものは以上なので、まあじゃあこのねトレーディング系開けていきます。物欲は打算。前回のアニメイトの開封動画を見てくださっている方は分かるかもしれないんですけれども、やっぱり物欲は出したらか、もうこれはね私の中で統計が出て、スンのオンパレードでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。スン、せーの、ダン。映画見た後やったらほんまやばいって。安室さんが私を殺しにかかってきてる。来てる。はい、萩原さんです。安室さんと萩原さんでした。のこのね光沢感、メタリックな感じ、キラキラ感すごくない？え待って待って、幸先ってことで、お次買ってきたもん行こうか。じゃじゃん、これね前もね2個買ったんよ。新一とあと諸氏さんが来てくれたんよ。まあ狙うはねほんとコナン君と安室さんなんですよ。でもね愛ちゃんもほんまに好きで、てかコナン君も好きなキャラがめっちゃ多いね。あちょっと待って、これあれや、黒いやつやわ。これに入ってるからここね開けますね。いやせーの、バン。あ愛ちゃんや、あはー、愛ちゃんはさ、あの、行くやせ。黄色の弾丸見た、みんな。あの、黄色の弾丸、あ、でも待って、この動画上げてんの、どのタイミングやろ。黄色の弾丸の時のね、愛ちゃんとコナン君のもう、掛け合いが、もう。思い出したなんか涙出そうになるような。じゃあもう一個行きます。これは誰やろな。よく出すな、出すな、出すな。はい、あ赤井さんや、かわいい。待って、絵も赤井さんと愛ちゃんやで。え、よかった、かぶりなかった、でも。いやー、かわいい。よいよいよい。そして、あ、これ、もうさ、アクスタどこ飾るっていう問題発生するんですけどね、やっぱりあのあまりにもビジュアルが良すぎてかっこよかったので買ってしまいました。そしてこれが売ってました、 SD 大カットステッカーセット。これ自販機でもあるらしくって、でも私はこっちで買いました。全8セットらしくて、まあ見ていきましょう。まず1つ目、じゃじゃん、あ新一や、こういう感じ。ちょっと開けるわ。これは新一パックってことかな。ドゥルン、あ待って、かわいい、新一とランちゃん来た。おい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 、修学旅行のやつじゃない？めっちゃ可愛いねんけど。じゃあ2つ目いきます。じゃん、あ伊達さん、これは、お高木刑事、いいやん、めっちゃかっこよかったよ、ハロウィンの花嫁。じゃあお次いきますね。じゃん、お佐藤刑事とセットや、可愛い、見て、幸せになってください。じゃあお次4セット目、じゃん、お来た、コナン君と安室さんのセットちゃう、これ来た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 、かわいい、こんな感じですよね。もうめっちゃいいやん、欲しかったの手に入ったので満足です。じゃあ最後一つ誰でしょうか、せーの、ほい、あ安室さんや、安室さんとかこの服はもしかして諸氏さんかい、あーかっこいいよな。
ってことでめっちゃ満足。アニメイトバーって置いてあったからさ、バーって取ってきてんけどどういうこと？バーって置いてあったからバーって取ってきた、どういうこと？これはちょっとまた後でスリーブってかファイリングしようかなって思ってます。じゃあこれパシャ、これもね2個買ってきた。今回ねなんか特典もらえたよね。アニメイト名探偵コナンのブロマイドかな、1100円で1枚もらえるってやっちゃってたから買い足してきたみたいな感じですね。ダン、キッド様、キッド様かっこよ。キッド様に、おい、アイちゃんや。え、これあれじゃない、ミステリートレインのところらへんのやつや。そしてダン、あ、お父さんとお母さんや。ユーセク&ユキコって書いてる。もう一バッグ、ダン、新一に、ほい、新一とアガサ博士に、じゃん、あ、コナン君マジかわいい。何その振り向き美人みたいなやつ。振り向きかわいいね君は本当に。パシャ、これはこれあれやんな、結構前に出てたやつとかが今また出てるって感じかな。再販とかなのかな。まだあるね。ブロマイド買いました。1パックにブロマイドが2枚入り、そしてミニクリオファイルが1枚付き。これはね買ってなかったから買ってきました。てかこれねラインナップめっちゃ良かったんよ。私はねコナン君のこのビジュアルめっちゃ好きで、なんていうの、キングみたいな、コナン君キングみたいな。ほんでこれさ、ジャケット肩にかけてるやつなんよ。でサスペンダーとか見えてんのよ。これめっちゃ好きなビジュアルやね。これのコナン君が本当に欲しいです。待って、アムロさんエグいのおる、エグいアムロさんがおる。これじゃあいきますね。じゃん、あ、こういうやつや。ほい、アイちゃんや。このキングみたいなさ、このなんていうの、豪華な椅子に座ってるこのアイちゃんもめっちゃ可愛いよ。電話してるわ。じゃん、あ、電話して、赤井さんめっちゃかっこいいよな。赤井さんもこれのアイちゃん着てる、流れは着てる。私は誰でもいい、推し、うん、うん、推し、うん、いい、何でもいい、何でもいい、何でもいい、せーの、で、誰、え、アムロさん来た。え、ほんで待ってな、これもう1枚いきます、せーの、ほい、あ、オロフシ君。何そのエモいコンビで食うの何。コナン君は出えへんかったが大満足です。でもコナン君欲しい、もうちょっと買っとけばよかった。ということでね、コナン君のグッズは以上なんです。お次はこちら、じゃん、ワートリのねビジュアル色紙コレクション。これさ、ラインナップが最強で、ワートリはね推しは泉さんなんですけれども、おるんよ。ってことで3枚買いました。どうやろうなこれ、ちょっと怖いな、ラインナップがなんて言ったって16種類あります。怖いな怖いな。いきます、せーの、どう自分の引きが怖い、自分の引きが怖い、自分の引きが怖い、自分の引きが怖い。怖い、マジ引けるわけがないと思っていた。勝ち申し勝ち申し、誰が来てくれてももういい、もう泉さんが出てくれたから。いきます、次、せーの、でででで、あ、村上光さんや。めっちゃ強いよな村上さんな。3枚目いきます、せーの、でででで、あ、アマトリチョーナや。チカちゃんのことアマトリチョーナって呼びたくなるよね。かわいい、このミニマムさ、チカちゃんさこんな感じなのにさ、バコンって感じやばくない、あの狙撃の感じ。はい、ありがとうございます。マジで泉さん出へんと思ってた、16分の1やし、にやけが止まらん。獲物事変。あ、待って。コナン君のパシャ、これもう一個買ってた。次いきますね。てりーん。あ、待って。キッド様、見たな、これ。てりーん。あ、アムロさんよ。はい、かっこいいです。そして、じゃじゃん。あ、コナン君。え、なにこのパック。紙パックやってんけど。獣事変のキャラガムコレクション。私これ前買ったんやけど、のび丸くんが出へんかったんよ。私、獣事変はのび丸くんが好きなんですけれども。なんか自分で自分のこと可愛いって思ってるあたりもう可愛いよ。そしてこちらは全20種類で1パック3枚入っています。8パック買ってきたので3パ24、24枚出る。20種類あってそのうち2枚かな。いきます、せーの、ほい、お、めっちゃ可愛くない、のび丸くん、なんでそんなに可愛いんやって話ですよ。じゃあいきます、2枚目、でーん、あー、ずっと守り続けていきたいタデマル家の笑顔。お次、じゃーん、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかいろいろと見えてる。まずしきくんとあきらくんね。そしてこんちゃん、こんちゃんマジで可愛すぎんかって。じゃじゃーん、じゃん、はい、あー、これね、はいはいはい、見たね。じゃーん、あー、見たね。ちょっと待って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 、あー、そしてのび丸くんとかまねくんね、いいよいいよいいよ。そして、あ、待って、あきらくんめっちゃ可愛いで、アイスクリームめっちゃ食べてる。でで、あー、もうこんちゃんの可愛すぎやろで。ほんで、あ、ちょっと待って、2枚取っていっちゃったし、なんなののび丸くん出てきてくれたし、来たー、これが欲しかったよ。こんちゃんとカバネくんね、のび丸くんが来てくれました。本当に大好きです。デリン、はいはいはい、あー、しきくんね。そしてお次は、あ、しきくんとカバネくん、あ、いいね。あ、あきらくんのその笑顔どうした、何人を救えるっていう笑顔してますね。はい、はい、カバネくん、うん、そしてじゃん、はい、しきくん、うん、あきらくんとしきくん、うん、4人でございます。はい、のび丸くんは1枚、のび丸くんたった1枚かー。まあ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 、要は確かに他で推しが来てくれるっていうこの運を使っています。ちょっと聞いてくれへん、私さ友達とね一緒にクロバス店行ったんよ。クロバス店行ったらさ、思い出しちゃってさ、クロバスにハマっていた自分再熱してクロバスのアニメを見ています。勝ちまった、奇跡、これ以上推しを増やしてどうすんだと。クロバスはね
瀬くんが好きやって何回言ったか分からへんけど、私結構ねチャラついてるキャラクター、女子にモテるようなキャーキャー言われてるキャラクターがめっちゃ好きで、そのチャラチャラしてるんやけどさ、ストイックやったりすごい頑張り屋さんやったりさ、ちょっと闇の部分抱えてるとかっていうキャラクターが本当に好きで、アニメもさ今見返してんねんけどさ、もうやっぱクロマスおもろいなと思ってさ。ってことでアニメイトで買ってきたのがそんな感じで、ちょっとグッズ他に買ってきたやつもご紹介します。じゃあヒロアカ、ヒロアカ一方、ヒロアカこれは中身ちょっと見ちゃってんねんけど、名言ポスターこれね、私見たらねちょっと回しちゃってて、ラインナップこんな感じとなっておりまして、私ヒロアカはねトドロキくんが好きなので、トドロキくんをねいつも狙って回してたんやけど、本当にトドロキくんが来てくれへんくって、ようやく来てくれました、トドロキくんが。これです、エンデバーのさ事務所行ったやつじゃん。いやマジで良いですこれ。ほんでこれね、トガちゃん普通の暮らしって何ですか、トガちゃんこういうこと言ってくるから好きやね。ほんでこれね、初めましてかなエンデバーやばいって、初めましてかなエンデバー、そしてデクくんですね、大丈夫絶対勝てる、はい。ってことでこれに加えてシークレットが当たりました、ようやく来てくれたトドロくんありがとう、本当に来てくれてありがとう、ようやく出会い。次足らないの缶バッジゲットしました。これはトラックナインで、あの新チームのキャラクターたちが入ってる缶バッジでございます。サラナイの新チームはビスティ推しで、まあ、トーマくんがね一番狙いではあるんですけれども、2個買ってきました。誰が来てくれるのか、せーのてれん、誰や、あ、しおくんです。待って、ビジュアルが良すぎる。もうねこのね後ろから見た時のさ、この缶バッジの色の縁で分かるような、どこのチームか。しおくんってさ趣味タワゴってどういうことってところがいいですよね。さあ果たして2つ目、いきます、てれん、翔吾くんもマジかっこいい。はい、ってことでね、トーマくんは来てくれませんでしたが、いやほんまさ、ビスティの曲が好きすぎて一生聴いてる。トゥン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 。じゃあ最後こちらです、バラン、ブルーロックのファボカを買いました。レオくんを狙っています。これ何分の何の確率でレオくんやねって感じなんですけれども、ワンパックランダム2枚入り、レオくんが来てくれるのかと言いながらね、私これボックスで買いました。お城2枚欲しいなっていうことでね、余裕を持った気持ちででも開封できるかなと思います。いきます、せーの、じゃん、おさやちゃんや、いつもさ私ささやちゃんのカラーとね一瞬紫がわからんくなるのよ。でもねこっち見て、レオくん、かわいい、ひよりくんとねレオくんのツーショット、さやちゃんもマジでかっこいいよな。あと2つあるから、それでレオくん単体来てくれんか。いきます、せーの、でん、あ待って、紫、これ紫レオくん、カメレオンの深夜、カメレオンの深夜。ほんでこっちカラスさんです。カラスさんもかっこいい、ほんとみんな魅力的なんや、ブルロックも。わらちゃれでさ押し切った時の喜び半端なくない。最後1パック誰が来てくれるでしょうか。いま、せーの、おい待て、んさえちゃんやまた私一瞬レオくんやもて、この色で。そしてこちらあんりちゃんでした。でもマジで良い、はい、この結果でした。ってことで開封は以上でございます。ちょっとここからね色々と収納していこうかなと思います。前に買っとって収納してないやつとかもあるから、その辺もちょっとスリーブとか入れていこうかなと思います。スタート。銀玉のねキャラガムとかも買ってたりしたので、それも改めて収納していこうと思います。キャラガム系のウェハースとかが入るような細長いサイズのもの、無印でね結構オタ活収納グッズを買うんですけど、無印で売ってるこのサイズのものを使ってます。銀玉のステッカーは買ってたんやけど、星銀さんが出なかったので改めて買ってきてちょっとね追加します。か、並べ直そっかなみんなどういう順番で並べてる。とりあえず出せる範囲やったらね私は取り出しちゃって、もう一回揃えてからね入れ直したりすんねんけど、もうそれをやってる間ない時とかは空いてるスペースにババって入れちゃうんやけど、ちょっと一旦出して入れていこうかなと思います。さっきこれスリーブに入れちゃいます。アニメイトで売ってるこれ使ってます。え、マジでかっこいいねんけど、泉さん。あ、そう、この銀さんが欲しくってさ、これも1枚しか出えへんかってん、こんなに買ったのに同じやつってさ、重ねて入れるか、それとも1枚1枚で入れるか、どっちだい。重ねて入れるか。
かなりコンパクトにまとめました。こんな感じ。ちょっとこっちの有用アクションね、それぞれもうパーって入れてるからさ、ちょっとなんかまとまりがなさそうに見えるかもしれんが、まあいいや、こんな感じで OK。こんな感じで入れました。この薄さやったら何枚入るんやろう。 1袋、ここ結構パンパンに入ってんねんけど、 1,2,3,4,5,6 6枚ぐらいやったらね、1つのポケットに入りました。はい、ってことでこれは一応ジャンプ作品系のキャラガムコレクション入れてるやつにしてるんやけど、 A4 サイズって言ったらいいかな、このサイズ感のものに統一したくって、過去ねこれも無印で売ってるやつやねんけど、このサイズのやつに入れとってさ、こっちにね入れ替えたんよ。買ってこなあかん、またこれないねん今全然これが。ってことでまあこんな感じにしておきましょう。コナンくんのカード類を入れてるファイルはこれなんですけれども、これ私どこで買ったやつかな、セリアかな、外側セリアで買った気がする。30穴系ってなんかここが結構緩くなってって取れてきたりするから、私はねもうこういうのが気に入ってるんだよね。根っこからバチンって止まってるタイプのファイルが気に入ってるんで、後々ファイルは変えたいなって思ってるんですけど、ここにとりあえず入れていきます。こんな感じで、よいしょ、はい、ぴったりです。こういうサイズのやつ、こうカード出すガチャガチャとか回したりするやつね、このサイズ感のものはダイソーで買えるやつかな、確かダイソーやった気がすんねん。このファイル、これもね20穴リングとかのやつやったかな、にレフィルつけて入れてます。英語サイズかな、これは。これもね買ってこなあかんねんけど、どうしようかな、これジャンルごちゃ混ぜのやつやな、コナンくんかなって思いきやいきなりリゼロ出てくる。え、このレブリンラムちゃんめっちゃ可愛くない、一旦ここ入れとこうかな。これさ台紙付きなんめっちゃありがたいねんけど、これごとちょっと入れたいわ。今回回したやつ以外にもあるから持ってこよう。この間回したコナンくんのクリアファイルもあったわ。ちょっと待って、ジャンル分けたい、ジャンル分けたいけど今ないから一旦ここ入れます。コナンくんなんかヒロアカなんかちょっとよく分からへん感じになってるからね。カードキャプターさくらちゃんも出てきたし、あの鬼滅のステッカーも出てきましたからね、かと思えばリボンも入ってますからね。あーかわいいの、トランキくん良いです。でこの台紙入れる、マジでさこの台紙ついてんのめっちゃありがたいねんけど、ちょうどいい。これさコナンくん当たってめっちゃ嬉しい。はい、松田さんやろ、伊達班長に、はい、安室さんと風見さんね、そしてはい諸伏くんね。でさ安室さんに見下ろされたくない、なんか見下ろしてる感じめっちゃいいよね、いやかっこよ。もうさこういうクリアファイルとかさ本来の用途として使われへんねんな。ラインナップはこんな感じでした。コナン君のビジュアルめっちゃ好きやね。私このさスケボー乗って空飛びますよみたいな、空は飛べへんねんけど空飛びますよみたいなのと大座に座ってるビジュアル、あれがめっちゃ好きなんよ。だってこれあれやな、スリーブ入れた状態やったら入らへんわ。もうスリーブに絶対入れてからファイリングしたいって方にはちょっとおすすめしないですね、このサイズ感。このステッカーとかもちょっとここ入れておきます。こういうさサイズ感がちょっとイレギュラーなもんってさ収納するの難しいよな。だからいつもねこういうとここに私は収納してます。このステッカーもここに入れとく。そしてこのコナンくんのグッズ買ったら特典もらいました。4種類やったからね一周した、ランちゃんに前当たった。はい、そんな感じかな。待って待って待って、全然スリーブ足りんがな、ビビるほどスリーブ足りんがな。今日の動画はここまでちょっと長くなってるかもしれへん、概要用にでも見てもらえたら嬉しいなと思います。今日も見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。